種座とは、中世、近世の日本において種、及び種済みなどの関連商品を扱う商人による座。日本では種は、その有毒性にもかかわらず、顔料や薬品をはじめとして様々な分野で用いられてきたが、伊勢国乳などに産地が限定され、豊富ではなかった。そのため、早い段階から、専門の商人が出現し、座が編成されていたと推定されているが、 記録上確認できるものは、戦国時代と比較的遅いものが最古である。酒座の千倍特権は、小田政権においても許容されていたが、豊臣政権に政権によって一旦は否定された。だが、この頃、中国からの大量の種の輸入によって、日本における種の生産が衰退し、日本市場は輸入物がほとんどを占めるようになる。このため、徳川政権は酒座の再建を認め、 慶長14年に、小田助け郎神田湯に堺と江戸における、酒座設置の許可を与えた。その後、京都にも同様の措置が取られた。当時、中国産の酒は、長崎経由もしくは琉球薩摩経由の二つのルートが存在していたが、酒座は、独占的な輸入権と日本国内におけるお及び酒済みの独占的製造、販売権を獲得し、代わりに、 江戸幕府に対して、雲上銀を収めた。だが、種や朱みを私に作るものが後を絶たないため、安永6年に改めて取材外の朱みの製造、販売を取材に独占させ、天明2年には取材に輸入品を独占させるように、命じた。さらに、完成8年には、江戸、堺、京都、大阪、奈良に、朱中街を設けて取材外のものに種を商わせたが、 必ず手座から購入して仲間売買以外の場合には、手座法のまま販売を行うこと、さらに、利益の一部を手座に収めることなど、手座の統制下に置かれていた。その後、店舗の改革で手中外は、他の株仲間と共に一時廃止され、手の流通機構は手座専売という完成8年、以前の段階へと復されたが、後に再建されて、明治維新まで続いた。ありがとうございます。